ゼイで揉めたらどうする第2回。ご視聴いただきありがとうございます。講師の DT 弁護士法人の北村豊です。この講座では最新の採決をもとにゼイの揉め事の顛末を10分で解説します。採決はゼイの事件簿です。採決を学び、ゼイで揉めたらどうすればよいか一緒に考えてみましょう。今回のテーマは親戚価格だったかです。親戚価格だったという納税者の発言があったら親戚価格になるわけではありません。今回は令和5年3月8日の採決をもとに解説します。まず納税者が行った取引を見てみましょう。私たちは金属製造会社です。金属精製工場で原料として仕入れた金属くずを用いて金属を製造しています。私たちは金属回収会社から金属くずを原料として仕入れました。金属回収会社で金属くずの販売担当者を務めていたのは私たちの取締役のいとこで、私たちの仕入れ担当者は営業部長でした。私たちは仕入れた金属くずを金属くずから精製できる金属の量の割合であるぶどまりが高い順に A、B、C の3つのランクに分類し、ランクに応じた仕入れ単価で計算した金額で仕入れました。問題となったのは納税者が金属回収会社から仕入れた金属くずが高すぎたかどうかです。納税者が金銭を贈与すると一般にその金額を所得から減らすことが制限されます。同じことは納税者が金属くずを時価よりも高すぎる代金で仕入れるときにも当てはまります。その場合、時価を超えた部分の金額を実質的に贈与したことになるからです。そのため納税者は時価を超えた部分の金額を所得から減らすことが制限されるものと解されています。ここに時価とは不特定多数の当事者間の自由な取引において通常成立する価格を言います。本件では納税者による金属回収会社からの仕入れ金額が時価よりも高すぎたとして時価を超えた部分の金額を所得から減らすことが制限されるかどうかが問題となりました。では税務当局が下した処分を見てみましょう。我々は納税者に対する税務調査の中で金属回収会社からの金属くずの仕入れ金額に疑問を持ちました。納税者の取締役から親戚価格で仕入れたと聞いたからです。納税者の営業部長によると、金属くずの仕入れ単価は特定の金属製品の相場に基づく単価である縦値にぶどまりをかけた金額から加工賃を差し引く計算式により算出した額を目安にしているとのことでした。もっとも納税者が令和3年10月に実施したぶどまり試験によると、金属くずのぶどまりはかなり低いものでした。またこの低いぶどまりを仕入れ単価の計算式に当てはめて算出した金額を時価とすると、金属回収会社からの仕入れ金額は時価よりも高すぎることが分かりました。したがって時価を超えた部分の金額を所得から減らすことは制限されるはずです。法人税を増やす処分をします。私たちが令和3年10月に実施したぶどまり試験の対象は、金属回収会社から仕入れた金属くずのうち B ランクのものでした。一方、同年11月に実施した A ランクの金属くずについてのぶどまり試験によると、ぶどまりはもっと高い数値となっていました。金属回収会社から仕入れた金属くずは A ランクが7割以上を占めていました。だから私たちの仕入れ金額の方がB ランクのぶどまり試験の数値をぶどまりとして仕入れ単価の計算式に当てはめて算出した金額よりも高くなるに決まっています。これでは到底納得できないので審査請求します。さて、審判所はどう判断したでしょうか。まず税務当局の算出した金額が時価と言えるかどうか検討しました。税務当局が用いた仕入れ単価の計算式は
金属くずの取引価格の算出方法として業界で一般的に用いられているもので、金属くずの時価の算出方法として合理的なものでした。もっとも本件では金属くずのぶどまりは金属くずのランクによって違いがあったと考えられます。納税者が仕入れた金属くずの割合はぶどまりが高い A ランクが7割以上で、ぶどまりが低い C ランクはわずかでした。そうすると税務当局のように金属くずのすべてに B ランクのぶどまり試験の数値を当てはめるのは適切ではありません。したがって税務当局の算出した金額は時価とは言えません。これに対し税務当局は、納税者の取締役が親戚価格で仕入れたと発言していたことを指摘しました。確かに金属回収会社との取引では、目安となる仕入れ単価の計算式に当てはまる縦値は、一般の仕入れ先との取引に用いる金属製品よりも高値の金属製品の相場に基づく単価を用いていました。もっとも他の大口仕入れ先に対しても、より高値の金属製品の相場に基づく単価を用いて仕入れ金額を交渉している場合がありました。したがって、縦値としてより高値の金属製品の相場に基づく単価を用いてたことをもって、直ちに金属回収会社からの仕入れ金額が高すぎたということはできません。結局、金属回収会社からの仕入れ金額が時価よりも高すぎたとは言えないから、法人税を増やす処分を取り消します。いかがでしたか。今回のポイントをまとめます。今回のテーマは親戚価格だったかです。本件の処分は、納税者の取締役が親戚価格で仕入れたと発言したことがきっかけになっています。もっとも問題は結局のところ親戚価格だったかどうか、つまり金属回収会社からの仕入れ金額が時価よりも高すぎたかどうかです。金属くずの時価はいくらかが真の問題というわけです。本件では税務当局は金属くずの時価がいくらかを示すのに苦しんだのでしょう。業界で一般的に用いられている金属くずの仕入れ単価の計算式はありましたが、肝心の金属くずのぶどまりがわからなければ何の役にも立ちません。それでも納税者が金属回収会社からの仕入れ金額の目安をより高値の金属製品の相場に基づく単価を用いて算出しているところまではたどり着きました。しかし他の大口仕入れ先に対しても同じ方法で目安を算出しているということが判明してしまいました。そのため税務当局は不特定多数の当事者間の自由な取引において通常成立する金属くずの価格、すなわち時価はいくらかを詰め切れませんでした。親戚価格だったという納税者の発言があったら親戚価格になるわけではないのです。今回の解説はこれで終わりますが、見解の相違を解消するヒントについてさらに詳しく知りたい方はこちらの情報をご参照ください。また税務当局との見解の相違を解消する弁護士意見書審査請求税務訴訟サービスにご関心のある方はこちらにご連絡ください。次回のテーマは誰でもわかるロジックです。また次回お会いしましょう。